はい、えー、こちらなんですけどね。あの、僕の記憶間違いとか、勘違いったらごめんなさい。あの、本当にね、これ小学生か、ま、中学生の時かな。あのね、先生に教えてもらった話やと思うんですよ。ま、学校の先生もね、あんまこういうことを言うべきじゃないんですけどね。やっぱあの、こう、ちょっとユニークやった先生で、ま、これをしなさいって言ったわけじゃないんですよ。 あの人生の生き方でね、こういう一つの、こういう物事もあったんだ、みたいな。確かね、あの学校の先生やったと思うんですよ。うん。で、どういうことかって言ったらね、まあ、それかね、もう一つ言えるのが、学校の先生がね、話しすることないから、空想で言ったのかもしれないです。まあでもね、その先生が僕らに言ったのが、あの、ちょっとしたね、あの、有名な話みたいなこと言ってたんですけど、 あのね、外国のなあ、ごめんなさい、あの、外国のね、有名なホテルで、あの、水道管に詰まったね、宝石で大金持ちになった人の話なんですけど、どういうことって言ったらね、まあ、ある一人のね、あのー、従業員がいました。で、その人はね、あの、外国の有名なホテルでね、こう、もうモップ仕事をしたりね、 まあ、あとはもう人がね、こう水をこうしゃごを拭いたりとか、まあ、とにかくそのね、有名なホテル、大金持ちがね、あのー、まあ、一回泊まるね、あのー、ホテルなんですよ。うん。で、お金持ちだけにね、もう服装はすごいわね。これもう、そのね、ロビーというかそのホテルの中でね、あの、お金を使うもんもすごいわね。もうとにかくすべてがね、もうセレブとね、大金持ちなんですよ。うん。でね、 そんな感じの話をしていただきました。ほんで、今ではね、あの、そういう話はまあ、ちょっとした人ならあり得る話なんですよね。ただ、僕のちっちゃい時のね、もう30年前ぐらいの時代で、この話って言ったらね、こう、食いつくっていうかね、そういうお金持ちっていうような状況が今なかったんですよ、その時はね。今だったらね、そのこう、 一つのゲームを作って、まあ、マインクラフトですよね。あの人も大金持ちになりましたし、で、YouTube のね、有名なのヒカキンとか大金持ちになりましたよね。で、こう、まあ、当たり前ですけど、こう、ビーズさんとかね、まあ、曲で大金持ち、みんなそうですよ。で、大金持ちになれるっていうね、方向がやっぱり、昔と僕のちっちゃい時に比べるとね、違うんですよ。だから今の子がね、大金持ちになれるって聞いたら、まあ、なんかね、近い存在になっちゃってるんですよ。うん。 あの、努力すれば叶うかも、みたいなね。で、僕らからしたらね、努力をしようが何をしようが、とにかく大金持ちになるっていうことがね、100%、1000%無理っていうような感じだからね、余計こういう話をされると、こう、食いついちゃうんですよね。で、今のように、こう、スマホもなかったしね、インターネットもなかったんで、まあ、 人の話だけでね、あの、盛り上がれる時代やったんですよ、うん。今の若い子とかちっちゃい子だったらそんな分からないでしょうね。人の話だけで何がいいのって感じだと思うんですけど。で、そうせいは僕らに言ってくれたのがね、まあ、<laughs> もう一回言うんですけど、外国のね、日本じゃないんですよ。外国の有名なホテルで、そこはね、もう大金持ちばっかりがね、あの、ホテルを借りまして、で、あの、もちろんね、大体夫婦なんですよ。まあ、もちろんですよ。うん、まあ あとは、彼氏、彼女とかいるんですけど、まあ、大体ペアですわね。一人の時もさはあるんですよ。でね、まあ、ペアの時、えー、と、だから、夫婦だろうが、えー、彼氏、彼女の時でもね、まあ、えっ、ー、と、こう、部屋を借りました。で、出て行くでしょ。ね。ほならね、やっぱ、あの、まあ、平たく言うとですよ。私たちが、こう、出て行った時と、その、大金持ちが出て行った時って、毎回じゃないですよ。違うんですよ。あの、その、 何て言うんですかね。まあ、そのね、ホテルの近くでね、あのもう高いお酒をね、飲みもせずにね、なんからそのままもうホテルにこうポンと置いて部屋を借りたいですよね。持って帰るのがめんどくさいからもうそのまま置いてもうね、部屋を出ていくと。まあ、それは借りた人の自由ですよ。まあもったいないですけどね、もう重たいからもう。 めんどくさいやとかね。で、そのお酒買ってね、例えで言ったら私たちが、あの、コンビニとかで買う300円、400円のじゃないんですよ。もう1本10万円、20万円するような、そんなね、お酒のレベルですよ。うん。で、その方はね、あの、お酒が好きじゃないんですよ。最初やってたのは、そうやってね、あの、泊まってた、あの、大金持ちが、まあ、こうやって、あの、お酒をね、飲んで、開けずにね、 まあ、ちょっとした高いお酒。まあ、もう今言ったようにね、大金持ちだけにね、もう別にもう重たいからめんどくさいや、もういいやって言ってね、置いて帰るわけなんですよ。で、その方はね、それを、まあ、こう、ね、その借りた部屋の人が出て行った後にこう、お掃除をして、それをね、いただくわけなんですよ。うん。で、ある日ですよ、あの、そのね、あの、大金持ちの女の人がね、あっ ごえさんあの、耳からピアスが落ちて、水道管のね、こう、手洗うね。こう、最後、こう、こうなってる水道管の。ちょっとね。まあちょっと僕、絵、えー、下手くそなんですけど、この部分ありますよね。 で、ここにあの、こう、汚水がこう、シューッと流れるわけですよ。で、ここにね、あの、こう、手を洗いましたら、指がねあ、カランコロンコロンコロンってこう、落ちてしまったと。ね。ほんで、まあ、ああの、こう、頭をね、ここでこう、髪を洗ってたら、まあ、あこう、耳にね、つけてたピアスがカランコロンコロンコロンと落ちると。ね。ほんなら、こう、ま、あこっちの方から見たらですよ。こう、手洗うとこがあったら、こう、 まあこういうの字にこうなっとるわけですよ。こうパイプがね。まあこれあの、手洗う場所ね。うん。これがあの、水道管ですわ。ね。で、あの、取って、取ってとは言うんですよ。まあお金持ちでもね。大事なもんだから。でもね、あの、その、ホテルマンはね。いやあ、すみませんけど、あの、今ね、ちょっと道具がなくて、って言ったらね、あの、普通私たちがそれを言われるとね、 ああ、いや、それでもね、とか、船もね、あの、出てきたときに、あの、送ってよ、私の家、住所言うからっていうのが、まあ、私たちですよ。でもね、その人たちは、あ、じゃあもういいわ、言ったらね。だいたいね、中にはさ、食いつく人もいますよ。いや、何言ってるのよ。ちゃんとね、拾った後はにはね、ちゃんと私に電話くださいよっていう人もいるんですけど、100人いればね、99人も、ああ、もういいよって言うんですよ。でもね、あの、ここの、水道管に、ここに詰まったね、 あの、宝石っていうのは私たちが言う宝石とは違うんですよ。もう本当にね、と、今ジで言うね、あの、10万から50万、100万するやつをね、落としてもね、別に気にしないんですよ。ただ、言ってね、あの、ホテルマンに言って、取れるもんだったら取ってほしい。それぐらいは言うんですけどね。でも それがね、まあ、お金持ちなんですよ。まあ、それがお金持ちっていうのは言い方おかしいんですけど、まあ、お金に余裕があるからね、あ,あ、もう別にいいわって感じなんですよね。で、そのホテルマンはね、わざとね、あの、道具がないって嘘をつくわけなんですよ。うん。で、あの、その、まあ、カラコロンコロンってここにあの引っ掛けた人たちが出ていきますわね。ほんなら、ここをね、こう、ネジでこう、キュッキュッキュッと開けたらですよ。 やっぱりあの、こう、夕ーが出てきたり、ね。まあこう、まあ下手くそでごめんなさいね。こう、イヤリングが出てきたり、ね。もう、これもね、もう、ものすごいもう、お金ですよ。で、まあこれをね、まとめて、ひちに持ってったらですよ。まあこのホテルマンは、まあ、大金持ちになりまして、で、まあ、 違う国に行ったわけなんですよ。ほんで、その違う国に行ったときに自白、自白っていうか、私は実はこういうことでねっていうことを言うわけなんですよ。でまあ、よくみんなが言う、わかるねあの、違う国に行けばね、OK とは言わないんですけど、まあ、グレーゾーンですわね。うん。で、そういう人がいたとね、僕それをずーっと思い出たんですよ。なんかね、ああ、なんかそういうものが、そういう物事があるんだなって、物事は考えようだな、みたいなね。うん。で、僕がね、 今の仕事をする前に友達がね、あの、掃除の仕事の社長をやってたわけなんですよ。で、そのね、掃除の社長をやってたもんだから、まあ、僕もね、まあ、ちょっと仕事することがなかったが、その人と一緒に働いてたわけなんですよね。ほんなら、まあ、どこのビルとは言わないですよ。まあ、大阪のど、まあ、ビルですよ。でね、そこはね、ものすごいね、まあ、ほとんどのね、あの、大手のね、 本社の,その事務的なところがね、あの集まるところなんですよ。まあ、これは例えで、例えの話ですよ。まあ、三菱ね。まあ、大手じゃないですか。例えですよ。ほんで、ソニーね。まあ、あの、みんなが聞いてわかるやつ。まあブロ、ブルドック。まあ、ブルドックソースですね。ほんで、キューピーマヨネーズアまあ、要はとにかくみんなが聞いてわかるような名会社のね、そういうほ本社に関わる、そういうね、 事務的なね、あの、テナントをいっぱいこう入ってるんですよ。1回はそういう有名なとこ、キューピーマヨネーズのね、2回目はね、まあ、ブルドックさんまあ、例えで、例え話ですよ。ほんで、3回は銀座ジュエリーみたいなね。まあ、とにかく誰が見ても、そのね、ビルの、この周辺はですよ。まあ、5つぐらいあったんかな。ほんで、そこ全部ね、ほとんどが人が聞いたら、うわ、わかるわ、っていうようなね、もう、本社に関する、その事務的な事務処理をする、もう、 あのテナントさんばっかりやったんですよね。うん。あ、すいません。ちょっとね。話しながらなってしまった。のります。ちょっとね。後半の方に移させていただきます。